はい、今回は7月20日から開催となる大東建託イーヘアネットレディースについて語っていきたいと思います。2023年第20戦今大会の開催場所は福岡県での開催となります。まずは大東建託イーヘアネットレディースの概要についてですが、開催日は7月20日から7月23日の4日間競技となっています。賞金総額は1億2000万円、優勝賞金は2160万円となっています。開催場所は福岡県のザ・クイーンズヒルゴルフクラブ、全長6540ヤードパー72のセッティングとなっています。大東建託イーヘアネットレディースは2015年から開催されているトーナメントです。今大会が第8回目の開催となります。2017年に成田美鈴選手が通算21アンダーで優勝となり、大会トーナメントレコードを出しています。開催コースはこれまで北海道の滝野カントリークラブで開催されていましたが、今シーズンからは福岡県のザ・クイーンズヒルゴルフクラブで開催されます。開催場所となるザ・クイーンズヒルゴルフクラブは福岡県にあるゴルフ場です。1992年に開場しているゴルフ場で、池が巧みに配置された丘陵コースで、高低差が少なくフェアウェイが広々としているコースです。各選手がどのようなコースマネジメントでプレーするのか注目ですね。ディフェンディングチャンピオンは菊池恵梨香選手となります。通算20アンダーでの優勝でした。2日目にトップに立ち、各選手に追われる中、安定したゴルフでバーディーを重ねていき、リードを守っての優勝となりました。昨年は北海道で開催されていたので、涙が溢れる地元優勝でもありましたね。そして今シーズンスタッツとしては、平均飛距離が48位、フェアウェイキープ率が49位、パーオン率が29位、リカバリー率が31位、パーオン時の平均パット数が47位となっています。パーオン率とリカバリー率が良いですね。前の週のミネベア三海レディースでは2位という成績となっています。初日2日目と単独トップをキープしていたのですが、3日目からトップから後退となり、優勝を逃してしまいました。ただ調子は上向きになっていると思うので、今大会でも優勝争いの展開で連覇を掴んでいってほしいですね。続いて個人的に気になる注目選手について語っていきたいと思います。今回は全米女子オープンで予選を通過した選手に注目してみたいと思います。まずは木下彩選手。スタッツとしては、平均飛距離が42位、フェアウェイキープ率が24位、パーオン率が47位、リカバリー率が92位、パーオン時の平均パット数が91位となっています。ドライバーやアイアンショットのスタッツが良い感じですね。ただショートゲームとパットが課題となってくる感じでしょうか。そして全米女子オープンでは13位という好成績を残しました。ステップアップツアーでは1勝している選手なのですが、レギュラーツアーでは6位が最高成績で、シードにも入ったことがない選手です。そして今シーズンは18試合に出場し、予選を通過したのは6試合のみと、なかなか成績を残せていない状況だったのですが、海外女子メジャーの全米女子オープンで13位という成績は大健闘となりましたね。本人としては、風は気にならない、低くドローで攻めるのが私のスタイル、上出来、この大会で自信になった、95点というコメントをしていました。海外メジャーとなるので、メルセデスランキングのポイントも加算されます。ポイントも非常に高く設定されており、今回の13位タイの成績で112ポイントを獲得となるようです。そうなると暫定2ランキングも40位から一気にランクアップして、暫定16位あたりに上昇してきます。第2回目の2ランキングも有利になってきますね。13位という上位の成績を出せた理由を全米女子オープンのスタッツから探ってみると、フェアウェイキープ率が7位、サンドセーブ率も7位、パッティングが9位、ストロークスゲインドのショートゲーム、つまりショートゲームでの貢献度が10位となっていました。ドライバーの飛距離が出せなくても、しっかりフェアウェイをキープしてグリーン周りの小技で粘り強いゴルフをしていたという感じでしょうか。日本女子ツアーのスタッツとは逆の結果となっているので不思議なものですね。木下彩選手の成績については、仲の良い渋野日向子選手からも、めっちゃ頑張ってたからすごい刺激をもらったなどコメントをしているので、各選手からの反響も大きいようですね。さらに賞金は約2300万円ほどになるので、レギュラーツアーの優勝賞金に匹敵する金額であり、木下彩選手の生涯獲得金額である2200万円ほどを超える金額を1試合で獲得したということになります。こうなってくると、日本女子ツアーに帰ってきた後の木下彩選手のプレーに注目が集まりますよね。
何よりも大きな自信を得ることができたと思うので、今大会でどういうプレーを見せてくれるのか楽しみですね。そして岩井千怜選手、スタッツとしては平均飛距離が6位、フェアウェイキープ率が56位、パーオン率が14位、リカバリー率が19位、パーオン時の平均パット数が3位となっています。ドライバーの飛距離を武器にショット力もあり、ショートゲームやパットも素晴らしい数値になっていますね。全米女子オープンでは48位という成績でした。海外メジャーの難コースということで喜怒哀楽が出てしまう場面も多かったようで、もうちょっと冷静になればというコメントもしています。最終日には2番ホールパー5でイーグルを取るなど好プレーもありました。日本女子ツアーでは上位常連選手ではありますが、やはり海外メジャーは芝などの環境やコースマネジメントも違ってくると思うので、苦労する場面も多そうですよね。たくさん吸収できたと得るものも多かったようなので、再び日本女子ツアーでの活躍に期待をしたいですね。そして佐藤美宇選手、スタッツとしては平均飛距離が9位、フェアウェイキープ率が67位、パーオン率が23位、リカバリー率が65位、パーオン時の平均パット数が63位となっています。ドライバーの飛距離が出る飛ばし屋の選手ですね。アイアンのショット力もあります。全米女子オープンでは53位という成績でした。最後はバーディーを取って終わりたいという思いで4メートルほどのパットを沈めてバーディーフィニッシュでホールアウトをしたようです。すごく楽しい舞台だと思った、奮い立たせてくれると大きな刺激も受けたようです。目標をどんどん高くしていけるようにしたいということなので、今後の活躍が楽しみですね。まずは日本女子ツアーで初優勝をつかんでいってほしいです。そして三ヶ島かな選手、スタッツとしては平均飛距離が63位、フェアウェイキープ率が18位、パーオン率が43位、リカバリー率が38位、パーオン時の平均パット数が60位となっています。フェアウェイキープ率とリカバリー率の数値が良いですね。昨年はパーオン率とパットの成績が良かったのですが、今シーズンはちょっと低迷している感じでしょうか。今季は膝の怪我などもあったので、その影響が大きいのでしょうかね。全米女子オープンでは68位という成績でした。黄金のラフという漫画を読んでるとのことで、その漫画の舞台にペブルビーチのコースが出てくるのですが、ここでプレーできたことに感動していたようです。左膝のテーピングはまだ巻かれた状態でのプレーだったのですが、予選も通過して健闘していましたね。今後の日本女子ツアーでのプレーにも期待がかかります。そして川崎遥選手、スタッツとしては平均飛距離が32位、フェアウェイキープ率が48位、パーオン率が48位、リカバリー率が57位、パーオン時の平均パット数が28位となっています。パットの数値が良い感じになっていますね。全米女子オープンでは64位という成績でした。最終日最終ホールは15メートルほどのロングパットを決めてのバーディーでホールアウトだったようです。最終日は73というスコアでした。自分自身の弱いところが明確に分かった、修正して来年も出られるように頑張りたいとコメントしており、大きな刺激と経験を得られたようですね。全米女子オープンの出場までは絶不調ということだったので、この結果は大きな転機になるかもしれませんね。全米女子オープンでの経験を生かした好プレーを見せてほしいですね。そして西郷真央選手、今シーズン日本女子ツアーでは調子が低迷しており、トップ10入りも1回のみとなっていて、なかなか上位の成績を出せていない感じでした。ただ全米女子オープンではしっかり予選を通過し33位という成績を出しました。中盤をもう少し攻略できればもう少し上位に行けるところまでプレーできていたとコメントしており、自信につながる部分もあったのではと思います。これをきっかけに日本女子ツアーでも強い西郷真央選手のプレーが見たいですね。ただ今大会は出場予定選手に名前がなかったので欠場という感じでしょうかね。はい、今回は大東建託 eHairNet レディースについての概要や事前情報、そして注目選手について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。